おかげで留学して1ヶ月くらい経っても仲のいい友達と言えるようなクラスメイトはできなかった。どうしてなのかその時はさっぱりわからなかったよ。僕がアジア人だからか。そんな時クラスに新しい留学生が入ってきたんだ。彼は日本人。韓国人男性によるアメリカ留学中のエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなもとまこです。今回はどうして日本人ばかり。アメリカ留学の韓国人男性が日本人との対応の違いにブチギレ、でもその理由を知るとの話題です。海外、日本人は勤勉で優しい。日本人の留学先として人気がある国はアメリカやカナダ、オーストラリア、イギリス、フィリピンなどだそうです。短期留学をする人もいれば、長期留学やワーキングホリデーで仕事をしながら語学を伸ばすという人もいます。アメリカ留学の経験がある日本人によると、海外では日本人はシャイでおとなしい、何を考えているかわからないと思われることがあるそうです。そのためディスカッションをするときにはテーマが何であれ意思表示をすることが大切だと感じたそうです。アメリカに留学していた別の日本人は、日本人は信頼されやすく重要な役目を任されることが多いと感じたそうです。他にも、語学を身につけるための留学なのだから進んで英語で話しかけることが大切という意見が見られました。アメリカは韓国人学生にも人気の留学先で、留学理由は英語力を向上させたい、卒業後もそのままアメリカで暮らしたい、一定期間学んで仕事をしたら韓国に戻りたいなど様々のようです。さて今回ご紹介するのは、韓国人男性による日本人留学生にまつわるエピソードです。彼はアメリカに留学している時に、周りの学生たちの対応が日本人と自分とでは違うと感じたそうです。最初はその理由がわからなかったそうですが、あることがきっかけでその理由がわかったと語っていました。理由を知った彼はその後どんな行動をとったのでしょうか。早速ご紹介していきます。僕は高校生の時にアメリカ留学を経験した。なぜアメリカを選んだかというと、兄がアメリカの大学に留学していたから。韓国からアメリカに留学する人はかなり多い。そのほとんどが英語力を身につけてアメリカで仕事に就きたいっていう人。韓国で英語ができないと負け組確定なんだよ。兄の話では、大学を卒業してアメリカの大学院に進み、アメリカで生活したいと考える人が増えているそうだ。アメリカで永住権を取って将来的に家族を呼び寄せたいっていう人もいる。もちろん韓国に戻って仕事を探す人もいるだろうけど、希望する職種に就けるかどうかわからない。韓国は仕事の選択肢が狭いんだ。もしもサムスンとかの大企業に入れたとしても、長時間労働はしたくない。アメリカにいた方が自分に合った仕事を探せる、もっといい暮らしができるって考えているらしい。両親は将来のことを見据えて兄をアメリカに送り出したんだよ。そして実際にアメリカ留学していた兄が僕にも留学を勧めてきたというわけ。早い方がいい、高校生のうちに経験しておくべきだなんて言い出してね。兄はもともとコミュニケーション能力が高い。それに小さい頃から勉強ばかりしていて、英語の成績も優秀。そんな兄だからアメリカ留学でもいい成績を収められたんだと思う。でも僕だってコミュニケーション能力は高い方だ。兄と同じように勉強を頑張っていたから英語力にも自信がある。海外に行ったこともないし、もちろん海外での生活なんて経験ない。想像もつかないけど、留学生活に憧れはあったよ。兄も頑張れたんだし、僕にもできるはずって思った。両親も僕がアメリカの高校に留学すると聞いて大賛成してくれた。兄が後押ししてくれたのも大きかったな。初めての海外生活、留学、ちょっと緊張したけど、それよりもワクワクする気持ちの方が大きかったよ。でも実際にアメリカに行って生活し始めてみると、思うようにいかないことが多かったんだ。なかなか友達ができなかったんだよ。僕が留学先に選んだ学校は、留学生の受け入れにオープンなところで、僕以外にもいろいろな国の生徒がいた。
そもそもアメリカは人種のるつぼと言われるほど様々な人種が暮らしている国だ。イギリス系、フランス系、ヒスパニック系、そしてアジア系、本当に様々。兄から少し聞いていたけど、アメリカでは見た目で相手の人種を判断してはいけないらしい。宗教もルーツも人によって全然違うから、先入観を持たずに接することが大切、そう言われていた。と言っても学校にいる間はそこまで神経質にならなかったけどね。アメリカに来る前はアメリカ人はみんなフレンドリーだなんて考えていた。自己主張が激しい傾向にあるとも思っていたけど、それは韓国人にも同じことが言えるんじゃないかな。だったらきっとアメリカ人とは話がしやすいだろう。そんな理由でもっと簡単にもっとすぐに友達ができると思っていたんだ。ところがそんなに簡単なことではなかったんだよ。僕の学校には僕以外にもアジア系の留学生がいたけど、クラスには僕一人だけだった。コミュニケーション能力がそこそこある僕が英語で話しかければ、きっとすぐに打ち解けられる。僕はできるだけクラスのメンバーに話しかけるようにしていた。もちろん英語でね。それなのにみんなあまり僕に興味を示さないんだよ。英語さえ話せれば会話が成り立つし、すぐに仲良くなれるって思っていたんだけど、おかげで留学して1ヶ月くらい経っても仲のいい友達と言えるようなクラスメイトはできなかった。どうしてなのかその時はさっぱりわからなかったよ。僕がアジア人だからか？そんな時、クラスに新しい留学生が入ってきたんだ。彼は日本人。同じアジア系だけど、韓国と日本はいろんな点で異なっている。アメリカ人から見るとアジア人っていうくくりになるのかもしれないけど同じじゃないよ。日本人留学生はアメリカ留学のためにある程度は英語を勉強してきたと見える。でも僕に言わせればまだまだだ。彼の様子を見ていればすぐにわかる。先生から何か質問された時、理解するまでに時間がかかっているんだ。ようやく質問の意味を理解して先生に自分の意見を言うんだが、これもたどたどしい。どうやら英語力は僕の方が上だな。きっと彼の方が僕よりも友達作りに苦戦するだろう。だって会話がおぼつかないんだから。彼はクラスメイトへの挨拶で自分の英語が未熟なことを話していた。まだ英語が上手くないこと。でも一生懸命勉強してみんなと仲良くできるようにしたいこと。英語が未熟なせいでみんなに迷惑をかけてしまうかもしれないこと。言っていることはわかるが発音がいまいち、そんな風に思った。翌朝学校に行くと、昨日までとはクラスの様子が違う？違和感の正体は、昨日からクラスメイトの一人になった日本人留学生だった。というより、彼と彼の周りにいるクラスメイトたち。なぜだか知らないけど、クラスメイト数人が日本人留学生の周りに集まっていたんだよ。なんとなく気になって僕は近くまで歩いて行ったんだ。するとこんな会話が聞こえてきた。なるほど、そういう時はそうやって答えるんだね。確かにその方が自然だな。どうもありがとう。すごく勉強になったよ。日本人留学生の声に対してクラスメイトの一人がこう言った。それにしても何時に来ていたんだ？朝早くから英語の勉強だなんて熱心じゃないか。すると日本人留学生は、1時間くらい前かな。昨日先生にそのくらいの時間ならもう教室に入れるって教えてもらったんだよ。留学生活は始まったばっかりだけど、僕は早くみんなと話をしたいんだ。たくさん話すためにも英語を勉強したい。休んでいる時間がもったいないんだよね。なんて答えている。それに対して、日本人って勤勉で聞くけど本当だな。真面目な奴が多いんだろう。そういや日本車って壊れないよな。そうそう、車も真面目によく働く。なんだかめちゃくちゃ楽しそうだ。もう仲良くなったっていうのか？しかも1時間も前から教室にいただと？驚いたね。アメリカにいるんだし、そんなに早くから勉強しなくたっていいのに。授業を受けていれば英語力が身につくはずだよ。驚いたと同時に不思議にも思ったな。クラスメイトたちの会話はまだ終わっていなかった。そんなに早くから勉強なんてすごいな。俺の父さんが日本人は真面目でいい人が多い、仲良くしてもらえよって言ってたよ。
あ、俺はわかる。こいつは絶対いいやつだ。僕もそう思うよ。真面目そうだし。すると日本人留学生は、いやいや、そんなことないよ。丁寧に説明してくれるみんなの方がずっといい人だよ。と恥ずかしそうに答えた。そして笑顔でみんなありがとうって言うんだ。周りのクラスメイトたちも、何でも聞けよ。俺は日本のことを聞きたい。日本のどこから来た？東京か？日本の〇〇っていうアニメが好きでさ。と大盛り上がりだ。気がつくと日本人留学生の周りはクラスメイトたちが大勢集まっていたんだ。僕は留学して1ヶ月も経つのに僕とあんな風に会話をしてくれるクラスメイトはいない。わかった。留学してきたばかりで珍しいんだ。きっとそうだ。ところが翌日も翌週も1ヶ月経ってもその状況は変わらなかったんだよ。毎日そんな環境で過ごしているせいか、僕はだんだん日本人留学生に対してネガティブな感情を持つようになった。アメリカ人はアジア人が嫌いなんだ。だから僕とは仲良くしようとしない。話しかけようともしてこない。そう思っていたけど、日本人のあいつには話しかけている。アメリカ人は日本人と韓国人に対して態度が違いすぎるよ。どうして日本人ばかり？韓国人は嫌われているのか？僕は留学先を間違えたのか？きっとそうだ。それからしばらく経って学校行事でマーチングの練習をすると聞かされた。マーチングバンドはアメリカ文化に欠かせない要素の一つらしい。兄に聞いたんだ。マーチングバンドの大会は結構大きなイベントだそうで、毎年みんなしっかり練習をして臨んでいるという。マーチングは生まれて初めての経験だ。歩きながら楽器の演奏をしたり踊ったりするんだよ。初めてのことでリズムの取り方が全くわからない。楽器の演奏の練習もしないといけないし、とにかく大変だ。初心者でも参加できるようなレベルだとは言われたけど、練習している時にふと日本人留学生の方を見ると、僕よりもリズムに乗れていない感じ。明らかに周りの足を引っ張っているように見えたんだ。僕も人のことは言えないけど、僕よりも動きが鈍い感じだった。きっと彼もマーチングバンドなんて経験ないんだろう。僕は密かに安心した。楽器の練習はそれぞれ同じ楽器を扱うメンバーで行う。そして全体で練習するんだ。まあ楽器はなんとかなりそうだし、足を引っ張っているのは僕だけじゃない。こんなもんだろう。そしてリハーサル前日を迎えた。全体の指揮を務めるクラスメイトが階段の上に立ち、全体の動きをチェック。そして細かい修正をしていく。やがて指揮者であるリーダーは怒った口調でこう言ったんだ。真面目にやってくれよ。リーダーは僕を見て言っている。そこで僕はこう言い返した。真面目にやっているよ。でも君たちのように慣れてないから真面目にやっているように見えないんだよ。僕はマーチングバンドなんて経験ないし、どうやっていいかわからない。君たちは昔からやっているから動きを覚えてみんなと揃えるのも簡単だろう。でも僕は韓国人だ。できなくても仕方ないだろう。どうして僕だけ怒られる必要がある？彼はどうなんだ？彼の方がみんなの足を引っ張っているだろう？ってね。するとリーダーは思いもしないことを言った。彼は足を引っ張ってなんかいない。ちゃんとみんなの動きについていってるよ。なぜだ？なぜ日本人だけ特別扱いするんだ？するとリーダーは全体的な動きがわかるビデオを見せてくれたんだ。そこに映っているのは周りの動きに合わせてキビキビと動く彼の姿。どういうことだ？クラスメイトの一人が言った。彼はいつも授業が終わった後暗くなるまで練習していたよ。他のクラスメイトも、いや、暗くなってからも続けているのを見たよ。僕たちにアドバイスを求めてくれたしね。そうそう、初めは一番下手くそだったけど、彼はどうしたらいいか自分で考えて行動したんだ、と言い出した。僕は何も言い返せなかったよ。クラスでやる練習時間以外、自主的に練習しようだなんて考えなかったから。自分よりも下手な人がいるし、そんなに真剣に取り組まなくてもいいって思ったんだ。別のクラスメイトがこう言った。僕たちは日本人だから、韓国人だからって理由で態度を変えているわけじゃないよ。英語の勉強でも、マーチングバンドの練習でも、彼は自分から興味を持って僕たちに質問してくる。
教えたり説明したりすると必ずお礼を言ってくれる。そういうことって僕たちにしてみるとすごく嬉しいんだよ。真面目で明るい性格だからっていうのはあるかもしれないけど、逆に聞くが、君が僕たちの立場だったらどっちと仲良くしたいと思う？それを聞いて僕の心の中で何かが大きく変わった。今まではアメリカ人は日本人が好きで韓国人は嫌いなのかもって思っていたんだ。彼は日本人だからクラスメイトに好かれるんだって。そう思わないとどうして自分だけクラスに馴染めないのかわからないからだ。そして日本人を特別扱いしているんだって思うことで自分を正当化していたんだよ。僕は日本人じゃない、韓国人だからしょうがないんだって。するとリーダーはこう言った。僕は君が韓国人だから怒っているわけでもないし、嫌いだから怒っているんでもない。ただ君は自分で壁を作っているように見える。何でも自分でやろうとして周りの人を頼らないように見えるんだ。もっと周りの人と向き合って歩み寄ってほしいよ。と、僕はリーダーの言葉を聞いてハッとした。アメリカに来る前から英語力には自信があったし、コミュニケーション能力も高い方だって思っていたんだ。それに高校生のうちにアメリカ留学すれば、韓国に戻ってから他の人よりもリードできるって考えていた。僕はプライドを守ることばかり考えて、目の前にいるクラスメイトたちと向き合おうとしていなかったんだ。日本人の彼にいつしかネガティブな感情を持つようになったのも、すぐにみんなと仲良くなった彼に嫉妬していたからだ。目の前がさーっと明るくなった気分だったよ。そしてリーダーに、今から僕も本気で練習する。どうかマーチングを教えてほしいと言った。周りのクラスメイトたちは今までに見たことのないような笑顔を見せてくれたんだ。そしてその日は暗くなってからも練習を続けた。おかげで翌日の本番では見事大成功。僕はアメリカ留学で大切なことを学んだよ。そしてそれに気づかせてくれた日本人の彼に感謝している。彼との出会いを一生忘れることはないだろう。僕はまだ日本に行ったことがない。でもきっと彼のような真面目で誠実な人がたくさんいるに違いないと思っている。いつか日本にも行くつもりだ。以上がエピソードの概要です。そんな日本人の人柄にまつわる話題には、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本に留学していたけど、日本人は勤勉で優しいというのは本当さ。日本人は私が出会った中で一番フレンドリーだし、また日本に行くのが待ち遠しい。日本人のマナーの良さには感心する。私はインド出身で、東京には3回行ったことがあります。日本の人々はこれまでに出会った人々の中で最もフレンドリーな人々です。ショッピングモールや駅、食料品店などでは、スタッフが観光客が快適に過ごせるように気を配ってくれます。日本人は優しいなんて次元じゃないよ。誰かに道を聞くと、その人がもともと向かってた方向とは違くても、わざわざ目的地まで連れて行ってくれる人にたくさん会った。私が日本に恋してる理由は親切な人ばかりだからよ。これからも行って行って行きまくる。日本人は本当にフレンドリーだし、親切だから心配無用。行けばきっとあの国を好きになるはずさ。日本人はディスカッションが苦手かな。でも温厚な性格の人が多いと思うわ。私が初めてある日本人と会った時、彼は静かでシャイな人間だと思っていたけど、知り合って5ヶ月後、彼はシャイじゃないってことが分かったよ。すごく面白い人だった。俺が知っている中で日本人ほど親切で正直な国民はいない。求められている以上の優しさを示してくれるんだ。日本人に任せておけば安心だからか、先生もよく頼み事をしていたよ。日本人は一般的にシャイで控えめだ。日本人と交流したいなら、日本人のように振る舞わなければいけないよ。日本人は日本的な振る舞いを変えようとはしないからね。出席率が高いのは日本人留学生。彼らは本当に真面目なんだ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介した韓国人男性は、アメリカの高校に留学した時に
日本人と出会い大切なことを学んだようです。アメリカ留学を通して日本や日本人に対する考え方が変わったかもしれませんね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。